上海市で行われた2ヶ月以上にわたる都市封鎖によって深刻な二次災害が発生し民衆は強い不満を募らせています一方ある事情通は取材に対し上海市除海区公平路に位置する高級幹部が住むエリアでは封鎖が行われたことがないと明かしました中共の特権階級に与えられた貿易対策上の特権が人々の注目を集めています 現時点まで私たちの住んでいるところは封鎖されたことがないし厳しい封鎖も行われていません私はほぼ毎日外出しています上海で都市封鎖が始まってから2ヶ月余りが過ぎ民衆は強い不満を募らせていますしかしある事情通は上海の貿易対策は実は特権階級と一般市民を非常に正確に区別しており 特権階級は都市封鎖の影響をほとんど受けていないと明かしています。というのは、私が住んでいるこの場所、公平路は上海市の高級幹部が住んでいる地区だからです、聞いたところ、こんなことがあったそうです。彼らが都市封鎖を始めようと思ったとき、この先にある余計路まで封鎖しようとしました。ちょうど高齢者が1人出てきて、何をするのか、冗談だろうと言いました。 その高齢者は封鎖してはならないと言って、すぐに自宅に戻って北京に電話をかけました。その人は関西の元上司で、関西を抜擢した人だったのです。その人は関西に電話をかけたのです。現職の中共政治局常務委員会委員で副総理の関西は、中央政府に入る前に上海の政界で40年近くを費やし、強い勢力基盤を持っています。 関西は上海時代に江沢民ファミリーの留守番役と見られていましたここ高平路の住民にどんな背景があるかあなたは知らないでしょうお隣さん同士が喧嘩してあなたが仲裁に入った場合どちらかの家から恨まれると翌日には北京から電話がかかってくるかもしれませんなぜなら一部の住民は一見目立たなくても深い社会関係を持っているからです 上海市民の劉慶さんが言う公平路は上海市除海区にある道路で上海の中南海とも呼ばれ上海における実際の政治権力の中心ですこの道沿いに上海で有名な住宅街があり政界やビジネス界の名士が数多く住んでいますこの道沿いでは最多で5人の陽性者が出ましたが封鎖されませんでしたなぜならこの地区には2つの特徴があるからです 一つは金持ちが多いこともう一つは官僚が多いことだから普通の人はあえてここに手を出しませんこのほか第20回全国代表大会の開催を目前にして上海の都市封鎖が中共の内輪揉めを外部にさらすことになりましたある事情通は上海市共産党委員会初期の李強は相対的に緩めの感染症政策を推進する傾向にあるが感性は 上海でも中央の強硬なゼロコロコナ実施例を実施を行すすべきだと要求しています上海市の官僚の多くは関西による北京からのリモートコントロールに従い李教には従っていません上海は2ヶ月も都市封鎖を行いましたしかし今この件に関して責任を取る人を探したところで見つかりませんなぜなら我々には議会制が行われていないからです 我々には人民代表大会がありますがこれは有名無実です私たちの大陸の官僚制度は上に対しては責任を取らなければなりませんが下に対しては責任を負う必要がありません中央政府の機嫌を損ねさえしなければずっと官僚を続けていられるのです上海では6月1日都市封鎖の全面解除が正式に発表されましたが1週間も経たないうちに新たな感染者が見つかったため 一部地域では再度、鉄柵が設けられ、厳しい封鎖管理が行われています。NTD ジャパンがお伝えしました。